お父さんもスッとしてるの。あの父が一番敏感、ね。へえー。だからと言って俺も見せる話じゃないけど、俺も結構ね、すすねスッとしてんだよね。見たい見たい見たい。 <Club> Internet. こんばんはジュジュですこんばんは小林武です小林さんとは先日のメトロ打ち上げぶりですよねちょっとねあれ一週間も経ってないですよねまだあ経ってないねもただもう飲みすぎていつだったかもわからないぐらいなんですけど もう俺もちょっとあの 6, 6時間とか四時間は優に超えてたっていう長い <laughs> そうですねまあ本当にもう誰もが話し終わらないっていう松尾清さんもいらしたのであの時本当に終わらない夜だなと思っているうちに気づいたたらししてました <laughs> <laughs> 最初ずっとワインだったんだけど、はい、最後ジュジュが割と得意とするウイスキーに行ってあれがとどめでした、ね、そうこれこれって俺,俺もまあ,あの好きだからさウイスキー もうあのやっとなんかこう18番が来たって言ってる段階でもう相当やばい状態だったんね <laughs> <laughs> そっからよっしゃみたいになってるからまあ当然のごとくだるいことになっちゃったね、はい、あれね。取り足でした私帰り際でも非常に楽しかったんですけどでもまさかああやって飲む日が来るとは思えないぐらい私は小林さんに初めてお会いした時に緊張してましてああ最初 初めてあのお伺いした時に、うん、もう私からしてみるともう見た瞬間に「小林武志がいるんですよ!」<や>でさらに「ミスチル」の桜、ね、井さんもいらしたりとか、うん、でそのすごいメンバーの中でリハーサルに入っていや緊張しましまたあの時はい,やいやでもそう,そういえばあの亀ちゃんからね、はい、あの,そのすっごい面白い子がいるってあの喋ゃべりが。 なんかなん関西弁とかなんか言ってるかそういうわけじゃないんだよね。関西弁出るっちゃ出るしでも出ないっちゃ出ないですね。なんかこうもうすごいか、まあ、フランクというかカジュアルというか、はい、なんかそういう子がいるっていうあれででもなんかすすごい曲がいいからってまあ実際あの時に、えー、なんだ最初歌ったのだったよねの。優しさで溢れるように。はい。まあそれを聞いていやもうこれありまやるやるでしょうっていう。うん え感じでしたねあれは俺はもう本当亀田がやってるプロデュースの中でももう,もうほい,いち一番いいんじゃないっていうぐらいアレンジももう当あの素晴らしいしあ飽,きな飽きさせないよねあれすごく。あの曲が亀田さんとも初めてのお仕事だったんですけど、うんうん、亀田さんと初めて あのプロデュースでご一緒させていただくからって言ってご挨拶に行って私のレコーディング日ではなかったんですけど楽器のレコーディングの時にご挨拶に伺ったら「あ,あ来たんだったら一緒に歌おうよ」って言われて「うん、いや俺らも福笑いみたいなもんだからさ最初の音合わせなんか」とか「大丈夫だ歌えなくて」とかってもう重鎮たちの中で私白目向いて歌わされてああもうあれも大変だったんですけどさらに AP バンクの時はもっと大変でした私。うんあまあ、でも 緊張してたかもしれないけどすごい、うん、あのいいライブだったっていう感じが俺のなんか残ってるたです、ね、ただ櫻、うん、井さんが小林さん覚えてらっしゃらないかもしれないんですけど櫻井さんが「次に出てくるやつは歌うめえぞ!」って言って出る前にすっごいハードルを上げれたんですよ「<laughs> はぁ!」と思いながらでもすっごいだ AP バンクにいらっしゃるお客さんってすっごい温かいですよね聞いてるけどね、うん、みんなこう真剣かなかり ほうっ,つって言うそう言われたらかなりこうやっぱりそれなりにハードル上げて多分聞いてんだけどいやいやでもそこからもう皮切りにもう会うたびにどんどんハ,ハードルはもう僕らがもうあのからないようなハードルを何個も乗り越えなすってってくれたかとんでもないですもん皆さんに育てて頂い,いてますいやもう会うたびに本当ジュージュは大きさと輝きを増してるっていう印象でしたよね <laughs> であとはあれかもうほんとそっからのスピンアウトみたいなことだけど震災のもあって、はい、去年初めてそのリバウンドフェスティバルって本祭をやったんだから石巻きにもあの仮設テントみたいなところでさあれむちゃくちゃ楽しかったですいやでもそう言ってくれるのよ。ジジュジュはだからそれがもういや まあそのなんかこうジュジュの器というか太っ,太っ腹というかさだって何にもこっちはその僕が通常プロデューサーで用意いろいろ本当はねまあ糸目をつけなきゃいろんな用意もあのできるんだけどさやっぱまあ事情が事情というかねやっぱそのお金もそうやって循環させていかなくちゃいけないしやっぱあの被災地の場所でっていうのでまあ本当本当身一つじゃないけどまあ来てくれればって言ってたんだけど本当にその。 パフォーマンスのみでね、ほぼいややってくれてなんかね、まあもちろん内容も僕はもちろんあのすごい満足してるけど、心意気のある人やなっていういやあの感じでしたよ、本当そもそも私東北が好きなのもあったりとかああなんか,か関係あるんですか全然ないんですけど、<laughs> ね、ただツアーとかで回らせていただくたびに、うん、東北に行くのが楽しみになって うん、でツアーで行かせていただくまでで東北もあんまり行ったことが個人で行ったことがなかったりとかしてでも行けば行くほど好きになるのが東北エリアだなっていうのプラス本当にあのリボンアートフェスに出させていただいた時は小林さんと普段から私が一緒にやっている石成さんと3人でのアコースティックで,で,でリハーサルの時から最初は。 34曲っていうところからちょうど私がスナックアルバムでスナックツアーをやっていたりもしてで小林さんが面白がってくださって「いやこの中からもやろうよ」とかって言って「飾りじゃないのよ涙」とあとは「喝采は絶対やろう」と思ってだからって小林さんが「飾りじゃないのよ涙」を弾く小林さんっていうのとであとあのこうせっかく。 初めてリボンアートフェスに出していただくんだとしたらその皆さんにも私を知っていただくために全部を詰め込んだライブにできたらなっていうののもとにセットリストを組んでいったら本当にこう私の十数年の縮図みたいなのを3人でやらせていただけることになってで本当にあの小林さんプロデュースの。 曲でで私が今までカバーさせてていいたただいてるものもの入ったり「ハローアゲート、ね」「スワローテイルバタフライ」とかいあれは私にとってもそのオリジナルバージョンのイントロとかっていうかそもそも大本人が弾いてくださる上で歌うっていうのがむちゃくちゃすごいことだなっていうのとリハーサルの時とかも関係ないぐらい小林さんが すごい自由だったのがむちゃくちゃ楽しかったんですよ。<ー>でそれをいまだに石成さんとも話していや、あの時楽しかったよねっていうこう音楽ってこうあるべきだなっていうのをすごくあの時に感じさせていただきました。楽しかったな。スナックジュジュのあの感じもさ、うん、もうすごい仙台とかいろんな人がもう集まって、はい、石ノ森にスナックジュジュだけじゃないんだけどほらそういうそういうところの コミュニケーションをこうなんか、あの目線を下げたところで、繋ぐことができる。授受っていうのを遠くの人たち知ってんだよね。だから、いや、それが例えば石巻みたいなあ。あいう港町でまず受けんじゃないかっていう風うには思ってたっていうのはあるんだけど。もちろんそのパッケージランド初めてだけど、なんらこう。初めての障害っていうのはなくこうね。あのまただただ楽しい時間を音楽で彩ったっていう、はい。 あとあの夕方だったじゃないですかライブやったのって仮設テントの,あの幕を取っ払うと、うん、向こうに水面が見えてたじゃないですか、うん、それがむちゃくちゃ綺麗だったんですよね、うん、なんか中瀬っていうねちょっとあのあの福岡とかにもあるけど両側がこう川になってまあ本当に、うん、海の近くなんだけどそこにこう,うあの浮かんでいる島みたいなところだったんだよね、うん、そこにそう,そう両,側両側川なんだよね。両側水 で,でなんかその人の表情と水面ものキラキラとその音楽の楽しさっていうのに非常に癒された私の石巻の日でしたあの日、うん、ギャこの間僕武道館見,見せてもらってさ、はい、この間は <laughs>。 なんかまあマあと頑張りいろいろ言われてたけどそこのそこの <laughs> そこのカードは切らなかったね、はい、切らなかったけどいわゆるそういう歌謡とかさスナックみたいなそういうやっぱ日本まあ本当みんな好きだもんねだからそ,、ね、その中にこう通常の、まあ、ジュージュの時代だったら、まあ、J−POP っ,って言ってもけど、うん、そういうもうあるけれどほ,ほらジャズをさ本当にまあ今回それまたそういう縁でちょっと、はい、ねかかることになってるけどジャズが。 え本来なんかちょっとこう敷居の高いとかさ、うん、でちょっとこうどっかで鎮座しせそうなジャズがあのうまいことそのスナックマンパート同列と言ったらあれだけど楽しめるみんなにとって普通にその楽しめるさあのジャズっていうのになってるなってんのよ。でこの間の武道館はだからいら一切り分けてたんでしょ今までは、はい。 この間のツアーはそこにジャズを持ち込んで多分そこにスナックも入っててもまあまあ行ったり来たり本当できててもおかしくないぐらいそういうキャパシティだけどどどれも楽しいんだよねスナックやってたらスナックも楽しいしじゃあ「ジュジュエン」っていうカバーばかりやらせていただくのもそれはそれ楽しいしで。 ジャズも楽しいし。自分にとっては非常にカロリーの高いオリジナル曲も、それはそれで楽しいし。ただオリジナル曲が一番大変です。<laughs> <laughs> いや、でも。そうそう、そういう意味では、今回僕がその依頼されたジャズアルバムでのオリジナル曲っていう。はい、いや、今回のはもう、私本当に最初。 この間もお話しさせていただいた通り、小林さんからのデモが届いた瞬間に聞いて号泣してました。<laughs> そのまあ、嘘みたいな話なんだろう。<laughs> なんでですか?。なんでですか?。もうちょうど多分ツアーで回ってて、<ー>いい感じに本番の後って。ちょっと興奮していたりとか、うんうん、で、それでちょうど名古屋の2日続きの公演が終わって。 あのホテルのバーで飲んでる時に届いてでそれをこう携帯電話をこう耳に当てて聞いて小林さんの歌がいいんですよね本当にいやまああの、まあ、も,うもう流しておいてくださいね <laughs> <laughs> 本当にあのなんて言うんだろう曲自体もちょうどその時の私の心境にぐさりとくる 曲だったしそう一応ちょっと聴いてる方に分かりやすく言うとが松尾清が松尾んが詩を先に書いて、えー、の送るっていうのはどうでしょうかみたいなまあまあいいよなんて、うん、まあ僕はちょっと別のなんかメロディーのやつも用意してたんだけどあれ、うん、来ちゃったよなんて思って <laughs> まあまあでも。 あのでもなんかあこれもこれも面白いかもなっていうところから作ったやつだったのねだからまだアレンジも全然施されてないけど詩とメロディーはちゃんともう一応できてる形の本当のシンプルな弾き語りみたいなでまあ,あのほら詞がついてるからこれメロディーだけだったら仮メロで送るっていう手もあるんですよ。だかから詩ののはまりり方松尾くんにもやっっぱりこれでいいのかっていてううような どう思うみたいなこともあったから、これ小山もんあのね先月では花肌ではございますが歌ってね <laughs> お渡しするのが一番わかりやすいだろうって言って聞いてたってことなんです。もうそれを今日オンエアしたいぐらい。やめてください。<laughs> 何を言い出す。でも本当に私にとってのその小林さんの歌うメトロの世界っていうのが私にとっては。 絶対これが正解だなっていうかいうあの小林さんの声だから私は号泣したし本当な何か何回聞いても号泣してたんですよその角度の話はもうこれで終わ,終わって別に <laughs> 何のコメントも知らないから <laughs> あの 呪時の歌が何回かにわたって送られてくるんだけどその気合がまたこうさこう入っていくっていうかあとね面白いなと思ったのはまれにねやり直していくんだけどちょっとこれ考えすぎちゃってんじゃないみたいなよくやろうと思ってくるちょっと硬くなっちゃってんじゃないみたいな、ね、ようなことがあるんだけど本当にそういうことじゃなくて歌い直すたびにもう 部分,部分なんだろうけどなんかこう魂がぐっとこうなんか入ってきてるっていう,こうビルドアップの仕方だったっていうのは JUJU がこの曲に情熱をかけて歌ってくれてるっていうのも本当、うん、あのそれを伝ってきましたあまりにもひと聴き惚れのデモテープから始まっていて <laughs> どうにも。 自分の中ですごくちゃんと仕上げたたかかったっていうかもちろん今までの曲全部ちゃんと仕上げようっていう気持ちの上で歌ってはいるんですけどただ本当に私にとってはその小林さんの歌っていうのがあったのであの感覚っていうのを私の声でどうやったらできるんだろうっていうかその私が初めて聞いた時の感じを皆さんに 味わっていただくにはどう歌ったら正解なんだろうなっていうのが一番最初のレコーディングっていうか仮歌取り声を当ててみた時にこりゃ難しいなっていうのがすごくあってでも納得いくレコーディングが終わるまでっていうのにもう3日も費やしてしまったことは非常に私もどかしいんですけど <laughs> <laughs> 一発で決められなかったっていうのがでも本当に今回は皆さん付き合ってくださって。 ようやくできたなあっていう,うん、ね、でも本当すごい曲だと思う僕にとってもなんか本当あのジュジュも知ってるあの、まあ、すごいあの多忙であのいろんなアーテやってるエンジニアがこの間ラジオで聴いてもう、はいまあ、あんまりにもよくてっつってすぐ調べたらな「何小林さんじゃないですか」って話になってやってんのっつって <laughs> って言ってでも本当今年のなんかもう指折りのもう指折り もそ実はもうねもうな日本郵便に入るって言ってたから<ー>業界で有名な人だからあのエンジニアの今井さん今井さん今井さん,今井さんがもうハフハフ言いながら言ってた <laughs> 嬉しいなすごいもう本当言ってたでも私の知り合いのあのその人デザイナーをやっている男性もむちゃくちゃいいねメトロ っていうかすごい「メトロいいね!」っていうラインが結構きますいろんなところから、うん、小林さんと松尾さんって2人とも天才じゃないですかいやいやいや松尾はある意味天才風そうだから初めてこの曲聴いた時はな天才2人が作るとこういうのができるのすごいなっていうのが私の一番最初の感想でした。うん いやいやでも本当でもジュジュの,その気合というか情熱にほたされたわけじゃないけどさほらジャ,ズジャズ風のアレンジなんてそんなにまあ風,風ぐらいはやってるけど、うん、ジャいわゆるちゃんと一応ジャズアルバムという形で名乗ってるアレンジってこともあって特に感想あたりはまあやっぱりこうよまあまあもうよっしゃみたいな感じであったんだけどさ、うん、まあそれは当んから始まってジャズあのジュ,ジュのなんだその、まあ、たなんか魂なんだよね。それはそのうん 少女と本当にあ,のある程度多分大人になっている女性のこうそこの境界を行ったり来たりする浮遊感というかさそれがもうなんか,ど,っか,からどこからどこかへの,あのベクトルを持った旅にもなってるけれどなんかこうでも感想は一回やっぱり宙に。 ま舞いたいようなところでしょ、はい、中っていうのはもうなんか宇宙観みたいな感じもあるんだから泣けるんですよあの感想ありがとうございます <laughs> も<う>気合い入ってますあ,<の>あれこれあそこ <laughs>、うん、武道館の時に初めて初披露っていうか生で初めてやって、うん、あのやばかったです感想中に泣きそうになって <laughs> 本セクションは苦戦してましたけど苦戦する、ね、難しい本当に <laughs> あの演奏者にははなはだ申し訳ないなっていうぐらいちょっと 緊張感が、ね、あ,のあるあのアレンジなんで <laughs> 先日某番組で武部さんも、うん「ああ緊張するわこの曲」っておっしゃってました。もう先輩どうもすみません見てねー